メットライフドームには大観衆が詰めかけています。埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感があるからでしょうかね。さあ、そして打席には栗山が入ります。さあ、先制のチャンスです。早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたいですよね。なるほど、そうですよね。インサイド落ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。ライオンズ1点を先制しました。センター前のタイムリーヒット、1対0、ライオンズ。試合を制したのは西武ライオンズです。非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたのではないでしょうか。展開としては理想的でしたから、チームとしてもいい勝利だったと思います。そのいい流れで次のゲームも期待しましょう。勝った西武ライオンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のマリーンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際はお忘れ物にはくれぐれもお気をつけの上、お忘れ物などございませんようお帰りくださいませ。本日はご来場ありがとうございました。